見てくださいこの写真。みんなめっちゃいい笑顔ですよね。すごく嬉しそうです。デリーの大学で折り紙ワークショップをした時の写真ですで。学生さんとか数学の教授とかあと近所の小学生もたくさん来てくれました。私自身はヒンズー語は全くできません。英語もそれほどうまく話せるわけではありません。 でも折り紙のワークショップでは言葉の壁というのはそれほど大きな問題にはならないんです折り紙の折り方は手の運動を模倣することで人から人に伝えることができますコミュニケーションツールとして折り紙を捉えるときにこの性質はとても重要なポイントになりますしかし。か さらにもう一つコミュニケーションをする際にとってもパワフルなポイントがあるんです折り紙には数学が含まれているという事実ですいやいやいや折り紙はまあまだいいけど数学はちょっと苦手なんですよという声が聞こえてきそうですねでも安心してください 折り紙は紙を折っているだけで勝手に数学やっちゃってるんです。例えば正方形の紙を半分に折って三角形を作ったとします。そうすると一番長い辺の長さはルート2です。無理数です。人よ人よに瞳ごろという語呂合わせで覚えた方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。 でも無限に続いていて割り切れない数字なんてちょっとどう扱っていいかなんとなくつかみどころがないですよねでもこうやって紙を折って作るともう実際に存在している長さなんだってことが一発でわかるんですもう無理数あるやん無理ちゃうやんって感じですよねもう一つ別の例を見てみましょう 正方形が一つあって、その正方形の面積を半分にした正方形を作らないといけないという事態になったとします。まあ、そんな事態になることあるのっていう話ではあるんですけど、まあ、それはちょっと一旦置いといてで、これが折り紙だとめちゃめちゃ簡単にできるんです。一辺の長さがルート二分の一だからとかいう計算も、作図のための道具も、 何にも必要ありません。ただ単に4つの角を中心に合わせて折るだけなんです。で、この折り方は折り紙の世界では座布団折りっていうふうに呼ばれています。座布団折りは折り紙をやっているともう至るところに出てきます。品質単語ですで。さっき私言いましたよね。 正方形の面積半分になった正方形を作るのになんかそんな事態あるのってめっちゃあるんですもしもし。もうアホほどあるんです。なので折り紙の世界では元の正方形の半分の面積の正方形を作るっていうことにものすごく大きなニーズがあるんです。ここ覚えておいてくださいね。で、こんなふうに折り紙というのは数学と一心同体。 切っても切れない素敵な相棒ですで、数学は世界中で使われているとってもグローバルな共通言語ですなので折り紙は世界中で理解できるんですね年齢も地域もそれから言葉の壁も超えてみんなが理解できるようになっている だからみんなで一緒に楽しむことができるんですでも時々聞こえてくる声があります数学ばっかりを前面に押し出すとなんか人間味のない冷たい作品になってしまいませんかとか数学っていうのは誰が解いても同じ回になるから作家の個性が発揮できないじゃないですかといった 不安の声ですでも心配ご無用まずはこちらをご覧ください方程式です中学で習います 2x-4 引くイコール0これを1番目の式にします両辺に4を足すと 2x イコール4これを2番目の式にします 次に両辺を2で割ります。x イコール2。これが3番目の式です。次に両辺に3をかけます。3x イコール6。これが4番目の式です。では、ここで質問です。1番から4番のうち、解はどれでしょうか ?1 番が解だと思う人手を挙げてください。 はいでは2番が貝だと思う人はいでは3番が貝だと思う人はいあーたくさんいらっしゃいますねはいありがとうございますでは4番が貝だと思う人はいありがとうございます実はこれ全部正解なんです学校では3番の形が貝だと習いますでもよく考えるとちょっと不思議なんですよね 一番から四番というのは式変形をしているだけなので数学的には全部同値です。対等なんです。なのになぜ三番の形の式だけが解として特別扱いされているんでしょうか短くてわかりやすいからシンプルでエレガントだからこれって人間のエゴですよね 重要なのは、誰にとっての会なのかという視点です。会の形は、会を求める人の都合によって選ばれます。わかりやすい形。使いやすい形。綺麗な形。かっこいい形。その中には、会を求める人の。センスや哲学が。必ず入り込んでいて。 切り離すことができません方程式の回ですらそうなんですから数学をバリバリ使って作った作品にも必ずその作者のセンスがしっかり入り込んでいるんですなので私はもう全然遠慮せずに数学じゃんじゃん使いますもう本当に好きなだけいくらでも使いたい放題なんです そうやって作った作品が例えばこちら会場に実物も持ってきましたこういうトゲトゲした形のものや丸い形のものから結晶のような角張った形のものもありますで、こういう新しい作品の形を作るとき私は 方程式の解を選ぶときのような感覚を感じますで、例えばこれは、まあ、三角形の何かなんですがこれに一折り加えると兜になりますで、さらに折り線を加えると、まあ、別の形を作ることもできますで、これらはみんなもともと正方形の一枚の紙で折りたたまれ方が 違うだけですでは貝はどれでしょうこの中に貝はあるでしょうか実際の創作の現場では事態はもう少し複雑です。例えばこれは昔作った作品の例です。金色の部分がラッパ状になっていてい そのの根元の角度を少しずつ変えて作ると、出来上折り線を足したり引いたり時には何ヶ月も何年も一つの作品について試行錯誤を繰り返しますバリエーションの一つ一つは実際に存在しているわけですからそれぞれを作品だと言って主張することも可能でしょう。 ですがこの大量の選択肢の中からこれだという一つ究極の一つを選ぶ瞬間自分の魂にジャストフィットする回を選ぶその瞬間が創作活動の中で一番強く輝く瞬間なんです折り紙は 数学が含まれていますそのために数学の持つ共通言語としての特徴を折り紙も持っていますそのために単なる模倣を超えて作品の背後にある意味や法則性といったものも世界中の誰もが理解できる構造になっているんです 理解でできるとととといいううここは応用が効くということです自分の個性を自分の手で自分の作品に乗せていくことができるようになるんですワークショップで習った作品の角をちょっとだけ反対側に折り返してみるそんな小さなアクションが無限のバリエーションとその先にある 自己表現としての創作活動へとつながっていくんですありがとうございました